パンチェッタ作ります。自家製パンチェッタね。原材料用意するものはこれですね。まずね、豚バラ肉をスーパーで買ってくるんです。だいたいこのぐらいの大きさで、この辺だと、ね、700円とか、安いとこだったら600円ぐらいかな。まあ厚さはこんなもんね、半分以下ぐらいのポーションです。ここに使うのが、今日はこれサーレ・ペルグリアータという、まあ、家庭用のスパイスミックスですね。家庭用の、どこのイタリアの家庭にも必ず置いてあるようなもんです。たまたまそのサーレ・ペルグリアータって、まあ、グリルをやる時用のお塩みたいに書いてますね。原材料何かっていうと、大体もうお決まりなのはローズマリー、胡椒から、まあ、海のお塩、あとはまあミントとかたまに入りますね、まあ、そういったものです。これ何でもいいので、自分であのミックスして作っても構わないですね。でこのスパイスをたっぷりこれね、こうまぶすんですよ。うわー、かなりの量ですね。でどうしてこれやるかっていうと、パンチェッタっていうのは生ハムなんですね。生ハムってのは水分抜けてるじゃないですか。つまりそういう風に水分を抜いて、で長期保存をさせるわけです。でさらにそこにこのスパイス、お肉としてね、出来上がった時はとてもこう重宝するわけですね。これだけ炒めても十分、それだけでも反対で美味しいし、そういう風に、まあ、これがまあパンチェッタのわけですよ。ソミュール液っつってね、ちょっとこう長期保存の生ハム作る時はそういうのに液体に浸してから作る場合もありますが、このパンチェッタは別にそれしなくても平気です。冷蔵庫でできちゃいます。クッキングペーパーですね。これにこう巻いていくわけですよ、この中に。でまあこれ1枚で多分このかけらだったら2個分ぐらいいけちゃう、まあ、こうやって包むんですね。これでこうできましたよね。これどん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 この湿気がですね、抜けていくようにするわけですよ。で、まあ、そんなだけだと冷蔵庫が臭くなっちゃうので、さらにうちの場合はですね、これキッチンペーパーで巻いちゃいます。こうですね、はい、いいですか。これをですよ、この状態で冷蔵庫に入れます。つまりラップしちゃダメ、あの水分が飛んでいかないんで、ラップしちゃったら意味ないんです。これがさっき包んだ豚バラ、これをこう冷蔵庫に入れたんですね。ポンとこのままです。さようなら。で、1日1回は最低でもペーパーを変えないとダメです。どん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 こう染みてくるんで、でそれをもうそうだな、3、4回繰り返す感じで、だんだんこう固くなって水が出てこなくなります。そしたらもうほぼ食べれます、美味しく。で大体そうだね、冷蔵庫入れて1ヶ月、3週間ぐらいかな、で食べきった方が僕はいいと思います。それから火を必ず通した方がいいと思います。ではでは、この次また完成品をお見せします。